だからなんかゾゾマットを頼みました。何ですかゾゾマットって。ゾゾタウンあるじゃないですか、はい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 、ゾゾタウンがなんか新しいサービスで、はい、今までゾゾスーツっていうのはやってた、ありますね、はい、あれの靴版です。はあ、それがマットなんですか、うん、マットで、なんか私もまだ届いてないので分かんないですけど、うんうんうん、要は自分の足のサイズを正確に測れるから、はいはいはい、なんかあ、なるほどね、なるほどね、自分に、ま、マットに乗ったらマットに乗って、はいはいはい、足の形とか分かるんだ。へえ、でも甲の高さとかはどうやって分かるんですか。なんか僕はそれも分かるみたいですよ、すごい詳しく友達がやってて。へえ、不思議ですね。そう、なんか私も仕組みとしてはまだよく分かってないんですけど、うん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 、カメラで反映させてみたいな。すげー、すごいですよね、ハイテクですよね。なんかすごい未来だわ。本当本当、企業からすると日本人だっていうか、うん、まあ、少なくともユーザーの平均値とかが分かるだろうから、うん、在庫の管理しやすいだろうし、はい、あ、そうですよね。靴ってよ、あの服よりも結構1個あたり値段高くなるのに、うん、そうそう、あ、結構汚くなっちゃったりしやすくて、そう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 、ね、在庫が大変なんですよね。ね、あの流行りもあるし、うんうん、だからそれもわかるから、まあ、すごいところに目つけたなって思う。すごいすごい、前澤社長すごいわ。へえ、へえ、あ、そうなんだ。なんかゾゾスーツってただでこう送ってもらえる。そう、ただで。あ、そうな、マットもそうなんですね。マットはだから今始めたばっか。あ、ゾゾスーツ自体は最近はなんか送料がかかってんのかな。あ、そうなんですね。なんか300円くらいなんですけど。あ、でも300円なのね。そうそうそう、だからあれなんですけど、ゾゾマットは今なんか始まったばっかりだから、はい、本当にただで。へえ、すごい。その3月下旬に届くってだから、もうそろそろ届く、楽しみですね。めっちゃ楽しみ、ね、だから詳しい足のサイズが、うん、あんまなんかちゃんと知ることってないじゃないですか、はいはいはい、大体23.5ぐらいだなみたいな、23、うんうんうん、ナイキの靴だったら24みたいな感じあるじゃないですか。なんかね、あのデザインによって合う合わないもあったりしますしね。本当にそれ結構痛いですよね。どうですか、大丈夫ですか、ちょっと弱めますか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。冷たいのが面白くないって感じ。いや、全然大丈夫です。お気になさらず。ね、でも色がもうちょっと青白い感じですもんね。冷えちゃって足裏も。わかりやすく。へえ。なるんですよ。今小指めっちゃ痛かったです。そうですよね。ですね、前回より少し荒れてる感じありますね。あ、本当ですか。うん、うん、そうしちゃっていいのか。本当に痛まれてない自信はあります。自信がね、自信があります。本当にだからもう、うん、だってお風呂もゆっくり入れないってね、いう状態だとね。だからそう、なんか心は豊かなんだけど、はい、体をいたわれないと結局心もダメになってくるじゃないですか、はい、いずれかは、はい、だから、はい、そういうのはちゃんと自分でコントロールしなきゃなって思って、うんうん、なんかやっと思えるようになったので。難しいですよね、難しいそのコントロールは。まだ心が元気だからあれなんですけどね、そうですね。こうやって疲れはない、うん、
溜まっちゃうから。そうですね。うわー、ね、すごい。前側はすごいですね。ね、結構痛いですよね。もうだって、疲れて帰って、フローリングで寝た日とかありましたもん、全然。ああ。それは、敷かずに？もちろん、何も敷かずに。寝れちゃうんですよね。もう本当に疲れてますね。が週に2回ぐらいあったりとかして。体冷えちゃう。本当に。なんか、倒れてたねって。もうそうですね、倒れてますね、それはね。なんか、お風呂も入る気力がなくして。もう最近は、座るなって気持ちになったからあれなんですけど、座っちゃダメだと思って。もういや、難しいですよね、ついもう、ペタンと。本当にそう。なりそう。手を洗って、その勢いでまず化粧を落とすみたいな。うん、ああ、もう、そう連続してやってしまうっていう。そうそうで、そのまま風呂に入りまでしたら、こっちのもんだ、みたいな。こっちのもん。確かに。深い石を敷きます。あ、すごい。うん、あ、すごい。暑くない、ないです、ね、暑くないです。全然暑くないです。はい、とりあえずこれで。ふんわりしてきた。はい、ありがとうございます。後ろより前の方が行きます。だんだん柔らいできましたかね。ね、でも結構足の冷たさ本当強いですね。使いますね。はい。今のめっちゃ気持ちよかったです。温くの？はい。どうですか？高さ。温かくなってきましたね。はい、流れるから余計。うん。うん、あったかい。うん、
首も詰まってる感じありますね。あ、痛い。すいません。グイーンってきますね。グイーンってきますね。結構ちょっと容赦なさない感じでやってます、流してます。かなり柔らかく見えましたね。お、痛いですね。足首のやつが詰まります。足首詰まってますね。同じ体勢で、うん、立つにしろ座るにしろ、うん、いるから、うん、足首詰まりそうですね。うん、詰まりますね。なかなかこうね、上げ下げとか左右とかってしないですからね。気づいた時にやるようにはしててもされてる、うん、てか普通に寒くなっちゃうので、そうじゃないと。あ、そっか、そうですよね、冷えて。そう、うん、色がもうだいぶ赤みがさして、はい、よかった、よかった、はい。持ち上げた時とか掴んだ時とか感じ違うと思うんですよね。違います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.